王様のお庭で繰り広げられるドラマも新ステージ突入。その冒険の舞台は埼玉を中心に展開するガーデングループ。さらなる伝説発見を求めてチームお庭メンバーが出陣。今夜も最高の遊びをお送りするパチンコスロット完全自腹実践ドキュメント番組、お庭伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回は4店舗同時収録、頂上決戦ガチバトル。その舞台となるのは八潮、川口安行、所沢、北戸田の4店舗。総台数はなんと3631台。今回は2人1組、4チームで争われるチーム戦。優勝チームには PR 告知タイムをプレゼント。9時50分までにお並びいただいた方に入場整理券を配布します。10時に入店、遊戯開始。撮影当日の実際の映像はこちら。出演者も一般のお客様と同じ条件で並んでおります。同時収録4店舗ともに朝一からご覧の状況。果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。前半戦を終えた時点での順位はこちら。後半戦一体どうなるのか。現在トップのチーム所沢フェアリンはガロで SD 継続中。ここにもガロで1万発オーバーと絶好調。はい、それでは前半戦終わりましたけども、いや、すごいドラマが私は実は一人で勝手にやってました。え、なんか早かったよね、パチンコに移動してから。移動してきたのも早かったですし、お金使うのも早かったですね。あれ、結構使った？はい、4万8000円ほど。パチンココーナーに行って、最近相性のいいガローに座ったらなんと1000円で、ね、早かったよね。いや、でそして今確演中なので、このまんま今1位なんで落ちたくないよね。いや、もう落ちたくないね、このままとりあえず1位を。そして2人とも大勝ちして、でもプラスでね、プラスでうほうほうして帰りましょう。頑張ります。僅差で追いかけるチーム川口安行、カーブちゃんはガロで現在 SD 継続中。番組初登場のゆずっきーは番長3で大幅プラス。なんか早いあたり見てましたけど、4000円しか使ってなくて1800枚。おお、はい、番長3。はい、私は結構投資加算で、まあ、2万4000円からの ST 中なんですよ。そうなんですよね、そこが。でね、2人ともちょっとプラス域というか、うんうん、まあ、トントン、私トントンのプラス。そうです、大幅プラスなので、私はもうとにかく今の ST をどうにかする。ゆずっきーちゃんはどっち？まあ、一勝負かけるんだったらここから多分パチンコに行った方が絶対いいと思うんですけど、うん、お待ちしております。はい、行きます。じゃあ後半戦も頑張りましょう。はい、行ってきます。3位のチーム北戸田、すずちゃんは CR ハーデスで当たりを引くも続かず。やりました。ドラミは戦国乙女2で勝負、手応えを感じるも出玉は伸びず。これはいただきました。現在の状況なんですけど、私はですね、朝一からあのパチンコのハーデスを打ってまして、ちょっと早めに当たり引いたんですけど、残念ながら単発で現在追加投資中。ドラムさんどうです？私の方がですね、はい、戦国乙女2の方も今打っていて、うん、はい、投資が9000円で、うん、300枚ぐらいかな。おなんとか抑えられて、ね、初当たりは引けてるんですけど、うん、すっごい単発来られてて、後半戦巻き返し狙って頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。現在4位のチーム八潮、レイコ様は凱旋で粘る。ルールはマドカマギカ2で勝負、後半はどう出るのか。高設定でかなり出やすいんですよ。ルルさん、現状どんな感じですか？現状ですね、はい、スロット魔法少女マドカマギカ2打ってるんですけど、
まあ、ちょっと結果ついてこず、総投資が今2万9000円となっておりまして、周りの方の挙動とかすごくいいんですけど、私はですね、朝、まあ、海鮮取って攻めますね、はい、朝一ちょっとハマって、まあ、初当たり引いたんですけども、はい、その後にゴッと引きました。ただ5セットを取り切って、まあ、終了してしまったところなんですけど、そこからの乗せとかがなかったなかったんですね。北戸田が3位なんですけど、鈴木さんはこれは多分当たってないのかな。当たってないんですよ、横ちゃんはね、これね後半なんとかしないと。え、どうしよう、どうしましょう、パチンコしようかな。楽しんでね、追われるように頑張りましょう、後半でも、はい。今日初めてお会いしたんですけど、はい、あれお願いしてもいいですか。あれですか、私の気合い入れるやつがあるんで、はい、後半戦も頑張れる。ちょっとずれてる現在トップのチーム所沢、 SD4 連チャン中のフェアリンは、よし、とりあえず刺さりました。そして赤、いや、行くだろう、これ170きます、でかいよ、よし、チャンス、大チャンス、激アツ、いきます、よし、いいです、いいですね、一発目の、しかも1回転目で当たりました、よー。後半戦開始早々の大当たりで4連チャン。これは伸びるよ、どんどんとちょっと差をね、2と広げていきましょう。ここで一気に差を広げられるか。細い、うー、ちょっと軽い、怖い、あ、まあ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 、残り10回転です、お前が終わっちゃう、他のチームを引き離せず5連チャンで終了。この状況でチームメイトのポコミが動き出す。やっぱり北斗無双が一番気になるんで、これで今日は頑張ってみようかなと思います。さらなる出玉を求めて攻めるポコミ。びっくりした、びっくりしたんだけど、なんと突如の金保留、激アツ、いきなり来たよ。信頼度およそ 54% の真剣ゾーンから発展。いいです、いいです、十分熱いです。お、来た来た、ハート様、ハート様、あ、来た、ハート様、大当たり濃厚です。キリンがあるか、あった、よし、ST 突入ならず、チーム所沢ピンチか。追いかけるチーム川口安行。ということで ST が残り160回行ってみたいと思います。ここで、まあ、所沢店との勝負がかかってるんで、足踏み状態のチーム所沢を追い越すチャンス。後半戦になっても勢いは衰えない。よかった、やい。お、え、保留枚だったのかと。わお。あ、細いけどいいよ。気持ちよく連チャンした結果は。7連。まあまあ上々と思います。1万発オーバーしました。わずかながらもチーム川口安行トップに躍り出る。チームメイトのゆずきは店内をフラフラ。2段目突入しますよ何やら大道のご様子。よし、隣にいれば当たらなくても映れるぞなんと好調なカブちゃんの隣でいっぱい映っちゃおう作戦に出る。ストーム勝利、移動してきました。頑張れ、こぶちゃん。おんぶに抱っこのゆずき、作戦成功なるか。その頃チーム北戸田は、ドル箱積んでる方も多々いらっしゃいますので、私も頑張っていきたいと思います。2万1000円目です。
現在3位。ここで大きな連チャンを引かないと優勝は見えてこない状況だが、あーです、来い、あ、金保留になった、60%、激アツの金保留。果たして、よっしゃー、来た、お見事、大当たり、本当ですね、463回転、わー、おっか、確変確定とはならなかったが1800発ゲット。100回転の時短へ。いやー、これどうだろう。お、まさかの即当たりで2連チャン。やった、調子づいてきたすずちゃん、頼む、よし、よかった、なんとか粘りを見せるも、ラストお願い、あ、6000発オーバーだがこれでは届かないか。戦国乙女2で粘るドラミは、レンチャンをね一回しだしてくれれば、それこそ言ったら出玉速度的にはゴッドとかと変わらないので、しかし思うように連チャンはせず、残念、ボーナス、本当に初当たりがすごい早いんで全然連チャンはしてくれてないんですけど、これ多分偶数の増やし方なんですよ。なんで偶数のむしろいい展開の今挙動になってると思います。なかなかいい感じの展開だな。好調に初当たりを重ねるドラミ、グミが今来てくれました。グミ何パーだっけな、9割ぐらいだったかな、それぐらい継続期待度が高いので、もうこれ出た時点で多分大丈夫。ようやく連チャンし始めたかと思いきや、3連で獲得枚数400枚、じわじわ、いまいち伸ばしきれず、終わって、連チャン終わって、ヒンキシン終わった後の速攻のジャックチェリーでさらっと入ったっぽいぞ。6これ群も出てますし、赤文字も出てますし、チャンスアップ出てますし、これは大丈夫だと思う。よし、引き戻し成功です。もう今日2回目の引き戻しなんで、高設定でこれ間違いないと言っていいと思います。もう言い切っちゃって、地道に出玉が増える展開だが、果たしてガーデングループ設置機種情報。今回の収録店川口安行と所沢ではガロゴールドストーム賞計72台、新北斗無双計18台、北斗の剣7計50台、海物語シリーズ計100台、スロットコーナーはゴッドシリーズ計88台、北斗シリーズ計57台、バジリスク絆計48台、マドカマギカシリーズ計28台、番長シリーズ計57台、好評稼働中。前半最下位のチームヤシオ、レイコ様は凱旋で粘る。おー、リプレイ3連、さあもう一丁リプレイ、おー、なんとリップ4 G ストップゲットで、しかも567で、はい、攻めもいいですね。あと次もリプレイを、おりゃら、やばない？リップ5連ということで GG もゲット、そして G ストップ、さあ来ました、はい、116ゲーム、さらに、うわドキドキさせますね、いっちゃいます、
若菜々であってほしいよ。若菜々だ。よし、ここでスペシャルゴッドゲーム。さあ、ここで赤7ストップしますよ。ここでの展開次第では大量獲得も夢じゃないが、いけるでしょう。これはいけない。ラストです。ラスト、おー、やってしまった。ハワーセット終了。最下位のヤシオチーム3位ぐらいには行ったんじゃないでしょうか。スペシャルゴッドゲーム分の2セット目。あ、青。しかしさらなる上乗せはできず。はいはい。さあ、というわけで、まあ、リップ5連してるんで G ストップが2個ですね、出てきます。通常時のリプレイ5連の恩恵は G ストップ2回。この G ストップは大事ですよ。成功させましょうか。いやー、もう、はい、1回目の G ストップは失敗。はいはいはい、はい、再びチャレンジ。今度こそ最後ですからね。1個乗せよう。おー、重い。3個だよ。なんとオールマイティー図柄の鏡が3枚、残る図柄は7と S。 震える。鏡止まらず。なぜに。ここでエースが止まればスペシャルゴッドゲーム、その確率は1/2。さらわず、大チャンスを逃す玲子様。一方、窓バギ2で粘っていたルルだが、スーパー海物語 in 沖縄4桜バージョン、一発逆転を狙いパチンコへと移動。なる前に背景チェンジ、ちょっと暑いですよ。これチャンス。あ、でもこの後次第かな。ハイビスカスボタンの上の長所の色大事。赤か白来い。赤。やったー、やりました。100% ST だから図柄に関係なくもう ST です。ただ3の方が嬉しい。3だとラウンド数が、ね、多いんです。12ラウンド。スーパーラッキー。残念。やばい。しかしルルのスーパーラッキーは続かず。はい、点差も終了しました。せっかく当たったんですけど単発でした。もったいない。このままでは優勝は見えてこないチームヤシオだが、大量で玉ゲットするんだったらパチンコの方がね、スピードとしては速いので。諦めない玲子様はパチンコへ。あ、1台だけ置いてるな。北斗武装に移動してきました。こちらで勝負します。お願い。おー、いった。やりましたね。やったやった。信頼度およそ 54% の真剣ゾーンから発展。あ、ここはリュウ君で赤タイトルなんで熱いっすよこれ。さあ、キリン来ました。これ当てなきゃいけないやつ。大丈夫、当たる。よし。お見事、大当たり。さらに見事確定 50%。ここから勢いに乗る玲子様。さあ来た。よし、確定をなりました。出来て気持ちいいです。望みを捨てない玲子様、ラストスパート。
その頃チーム川口安行は持ち玉1万発オーバーのカーブちゃん。おお、また来た。また来た。この日2度目の激アツに変われ保留。そして魔天使軍登場。あ、よかった。早い。バック中9回転。あ、ごめんなさい。大興奮のカーブちゃん、再び大当たり。ありがとうございます。行きましょう、行きましょう。よわー。 ST 突入 61% の壁もなんのその。さらにお隣で打つゆずっきゅうにもチャンス。初めて止まった。ショータイム。ガロショータイムリーチ。選ばれた金色になれの信頼度はおよそ 20%。こちらもお見事、大当たり。ショータイムで当たる。ショータイムが。カブちゃんの隣でいっぱい映っちゃおう作戦、成功のゆずっきー。優勝候補、優勝候補だよ。おお。7点してます。え、当たってた。当たってました。優勝候補チーム川口安行の勢いは止まらない。レインボー ST です。止まらない、止まらないですね。止まらないカブちゃんの快進撃。頂上決戦、各チームラストスパート。もう私は出す気満々なんで。おい、うっそ。女性8名によるガチバトル。優勝を目指し最後の粘りを見せる。復活。よし。おお。金文字だ。1連続いかないでいきなりいけましたね。突き放しにかかるチーム川口安行。勝負の行方やいかに。確か止まらない、止まらない。ガーデングループ新大情報。パチンコは CR パチンコ魔法少女まどかマギカ、 CR 魔法先生ネギマ、 CR 春一番極上の花道。スロットは北斗の拳新伝説創造、セイクリッドセブン、シンデレラブレイド3、合計639台と大量導入。お岩伝説の最新情報は番組ホームページをご覧ください。実践終了。実践終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今危ない、危ない、めくらそうになっちゃった。お疲れ様です。平日なのに。このカードやばくないですか。もうずっとメインどころは満台、うん、朝から同じ方がずっと絆とかがね、特にそうですね、ハーデスもゴッドももう皆さんずっと打たれてて、うん、早速ですが、はい、チームヤシオの結果見ていきましょうか。どうぞ。どどん。私が投資6万3000円の行きましたね。回収1255玉。はい。なんかパチンコ行って、うん、スロット行ってパチンコ行った。なんかすごいひどい立ち回りしちゃったんですけど。さあ神谷さんの方は。はい、私なんですけども、はい、なんとかプラス収支で終わることができました。すごいです。え、はい、こんなに出されてるとちょっと私逆に申し訳ないんですけど。でもまあチーム戦として、はい、今回4チームでバトルしてるわけですよ。そうだ、2人の力を合わせれば、うん、まあ、真ん中ぐらいはいけるんじゃないかなと思うので。そうだね、マイナス1万発はいってないし、うん、ちょっと多分涼子ちゃんあたりがこのまま当たらなかったみたいな。やっぱそこあるんじゃないかということを願いつつ、早速結果、はい、見てみましょうか。いきますか。はい。これもうじゃんって言っちゃっていいですか。大丈夫です。いきます、せーの、じゃん。
はい、こんな感じです。じゃあまず私からいいですか。はい、本当にすいません。はい、あの足引っ張って いえ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 いや、あのね、ハーデスね、2回目の初当たりで格変入ったんですけど、うん、はい、まあ、伸びず、うん、私の方がですね、うん、バラエティコーナーの戦国乙女2を結果的に打ち切る感じになりました。プラス307枚、素晴らしい、プラスちょいっとプラス、ただもしかしたら6だったかも、あの推測要素で結構バンバン高設定っぽい資産が出てきちゃったんで、はいはい、もしかしたらこれもっと言ってたかもしれない。下手したら上手い人がやってたらここにゼロもう一個こんにちはってしてた可能性があるかもしれない。はい、なりましたが、まあ、今回ね4店舗でやっておりますので、そう、他の結果が ねそれでは私たちの早速結果を見ていきましょう。こちらになっております。後半ですね、はい、北斗武装に移動しまして単発1回だけと。あ、でも当たったんですね。一応引いたんですが、もう各円引けなかったんで。1回転で当たったんですよ。え、当たった？お昼から帰ってきて1回転で当たって、すごいね、もうこれはもうごめんなさいって言って、もう今日は終わらないんで、止まんないんで、ちょっと、うんうん、ちょっとやばい、本気出しちゃうっていう話をしてたんですけど、うんうん、したら終わっちゃいましたね。前半の段階で1位でしたよ。1位だったんですけど、僅差だったはずなんですよ、お昼の時点では。そのままじゃない？ありますか。まあ、でも並びで打ってたんでね、そうですね、あれですが、はい、行ってみましょう。バン、はい、まずゆずきーちゃん、はい、投資12,000円、回収スロットが1251枚とパチンコがね1646玉、ありがとうございます。私はですね、まあまあ朝からガロまず7連して、うん、おーって思ってたら、まあ ST 抜けて60回転くらいでまた当たって、それが17連という。17連、はい、もうわけだから最後ちょっとリアクション取ってなくて、あの無言で引っこ抜いて無言でお刺すみたいな、あーみたいな。回収が39,398玉、はい、なんでプラス33,398、はい、私たちプラスプラスですがね、はい、まあ、自信はありますが、形だけお祈りしてますかね。はい、形だけね、はい。頂上決戦ガチバトル、優勝はバッチギリで、はい、勝利ということで、チーム川口安京、もう文句のつけどころがないぐらいの大差、ね、圧勝ですね。2位でも良かったんじゃないですか。これ無理だよ。もう無理でしょ、5万発ぐらいの前で無理でしょこれ。確かに、うん、また女性だらけのね、あのこういうバトルも楽しいんじゃないかなと。来週はあの筋肉が出てくると思いますので、皆様お楽しみにしていてください。3位です。あ、本当だ本当だ。絶対4位だと思ってました。私は3位かい。痛い。ちょっとその2人の結果も気になるこれ。申し訳ない。いやー、ちょっと3位ぐらいではいけてるかなって思ってた正直。優勝したチーム川口安行、 PR 告知タイムをどうぞ。まあ、私は、まあ、毎度毎度言っているカブトムシゆかりの虫活という本を宣伝しすぎたので、はい、あとの残りの時間は譲ります。いいんですか。ありがとうございます。DMM パチタウンというアプリ、無料アプリなんですけども、そちらで活動させていただいております。ホールの情報、機種の情報だったり、パチタウンオリジナル番組、そしてライターブログ、さまざまなものがすべて無料でご利用いただけるアプリとなっております。私の番組もございますので、ぜひそちらのチェック、そしてツイッターの方もぜひフォローしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。皆さん来週も見てください。バイバーイ。ありがとうございます。